い、それでは本日はですね、一代で日本を代表するお好み焼きチェーンちぼうを、築き上げられましたちぼう株式会社代表取締役中井正嗣社長にお話を伺っていきたいと思います。それでは社長よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お生まれは奈良でいらっしゃると。そうです、奈良県の農家の7人兄弟の、はい、7人兄弟の5番目と伺ってますが、そうです、そうです、はいはい、お父様の影響も非常にこう受けられたというふうに。そうですね、厳しい親父でしたね、正義感の強い、うん、だから怖かったですね。教えといいますか、そのどういう教育方針だったんですか。まあいろいろありますけども、うん、特に中学卒業して、まあ、社会人奈良から大阪に出てきましたですけど、はい、その時に、まあ、就職ですね、まあ、親父に連れられて大阪に連れてこられた。でその時に1年間は何があってもどんなことがあっても家に泣いて帰ってくるなよと。だから親父は私に励ましたつもりで言ったんでしょうけども、私にとっては俺にはもう帰るところがあらへんのかって突き放された、はい、という、うん、なんていうんですか、いよいよ自立という、はい、最初は職の仕事というか奥さんになりたかったのが、そうなんですよ。中学卒業してこう就職していくもんですから、せめて手に職をつけときたい、はい、技術身につけたい。でたまたま私の姉の婿ですが、これが、大きなレストランのチーフをしておったもんですから、はい、で夏休みなんか、中学校の夏休みですね、その時に姉からこう呼ばれて、でそのレストランに何回か行って、エビフライとかなんか洋食ですけども、はい、オムライスとか美味しいの食べたんですね。で学歴も何もないなった、せめて手に職だけでもと思って、お父さんにコックになりたい、はい、っていうんですね、うん、そしたら親父がその水商売はあかんって言うんです、はい、いや水商売なんで水商売なんですか、ええ、はい、でなんであんな水商売違うでとか言うんですが、はい、いや玄関に水まくあんなみんな水商売やとそうかと、はい、全然ちゃうんですよ、はい、ほんまはちゃうんです、はい、まあ、それともう一つ、私のおじさんですが、はい、中央卸売市場で大きな乾物問屋さん経営されてたんですね、はい、その姿を親父ずっと見ておったのでしょうか、7人も子供おりますから、誰か1人でもあんなになってくれたらいいのになと思ったのでしょうか、その取引先である小売店に私をでちぼうこに出させてるんですね。でもまだ15歳ですから、うん、こう家を離れてこう1人でその仕事をするっていうのは、いやそれのね、大きなやっぱり私の出発になったのが、はい、親父がその年の10月に癌で亡くなるんですね、胃がんでしたですけど、はい、父既得すぐ帰れ、その当時電報でしたから、はい、飛んで帰るんですが、まあすでに10分前に親父は亡くなってた、はい、ところがね、泣けないんですね、はい、で亡くなってるんですよ。でもこう懐かしさいっぱいで、わずか半年家を離れた、実家を離れてるだけだったにもかかわらず、なんかもう懐かしさいっぱいで帰ってきたっていう、何回も何べんも何べんも帰りたいと思ったけど、こう帰られなかったけど今帰ってきたんだ、はい、よく言われる厳しさとか苦しさとかありますけど、厳しさ苦しさはね、これはね耐えることができます、はい、でも寂しさだけは耐えられなかったですね。まだ15、16子供ですし、はい、仕事終わって、でそれから寝るんですね、一人で寝るんですけど、はい、布団かぶった途端にこうふるさとの田園風景がバーッ出てくるんですね、お袋が浮かんでくるんです。途端に家帰りたいなって涙がバーッ出てくるんですね。毎晩泣いて寝てましたね。だからそこで一層もう自分で何とかしなければ、誰にも頼れられない。でその時に小さな、何屋さんとかそんなこと関係なくして自分で独立せなあかん、で独立するためにはお金貯めなあかんのですね、はい、
で兄が偉かったんですけど、私の3つ上の兄ですけども、これが私にさあこれから自立するためにはお金貯めなあかんわな、お金貯めるコツは簡単やで、収入の高い子と違う、お金は使わんかったら貯まる。なるほど。私思わずね大笑いしましたね、はい、そんなん誰でも分かってるやんか。あ、その通りですよね、ええ、でもなかなかそれができないのでお金が貯まらないという、はいはい、その時にねこんな話したんですね。ちりめんじゃこご存知ですね。ちりめんじゃこ食べたら口に入れたらすぐ溶けるやろ、食べたらあかんねん。ちりめんじゃこ餌にしてサバを釣れ。なるほど。サバ釣ったら1日食える、食べたらあかん。サバ餌にしてマグロ釣れ、マグロ釣ったら1ヶ月食える、はい、もう1回辛抱せ、マグロ餌にしてクジラ釣れ、はい、クジラ釣ったら一生食える。なるほど。これ比喩ですけども、まあ、大きな私の教訓になりましたね。名言ですね。ええ、はい、お金は使わんかったら貯まる、はい、もう1個言われました、はい、金銭水筒帳つけろ、はい、金銭水筒帳つけてたら一人前の商売人になれんのだったらつけよう、はい、5年間そこでお世話になるんですが、はい、その5年間の金銭水筒帳、実はその金銭水筒帳がこの千房千日前本店を誕生させるのに大きな手助けをしてくれるんですね、はい、